今日はグルラボだけで人気の定番メニューを作っていきます。今日の献立は豚肉の生姜焼き、豆腐とわかめの味噌汁、ほうれん草のごまあえの3品を作っていきます。え、グルラボだけで作れるんですか？すごい。豚肉の生姜焼きって火を通しすぎてお肉がパサパサになったり火加減が難しいんですよね。そんな心配いりません。このグルラボならレンジで加熱するだけなので火加減の調整など悩まず簡単に作れます。それでは作っていきましょう。まずはほうれん草のごまあえから作りたいと思います。レンジ調理によってほうれん草に含まれるビタミン C や葉酸など水溶性のビタミンも無駄なく取れます。栄養面でもメリットがあるんですね。このグルラボがあれば鍋やボウルを使わずに加熱調理とミキシングの両方がこの1個でできます。洗い物が減るのは嬉しいですね。では次に豆腐とわかめの味噌汁を作っていきます。乾燥わかめを戻す下ごしらえツールとしても使用できます。火加減の調整がいらないので味噌の風味を損なわずに仕上げることができます。これ1個でいろんな悩みが解決できますね。そうですね。次はいよいよメインの豚肉の生姜焼きです。味の染み込みが早いので加熱後に少し置いておくとさらに美味しくなります。こんなに簡単に3品が仕上がりました。では試食してみましょう。豚肉がパサパサしてなくてジューシーですね。美味しいです。時短簡単本格的なグルラボだからです。